出費が減ったり、いざ必要な時にお金が舞い込んでくる。運が覚醒する機運上昇チャンネルの高見です。機運上昇チャンネルに LINE アットができました。機運が上がる特別な6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。これまで色々な機運アップ方法をご紹介してきましたが、日本でも古くから行われていて、著名人や有名人も行っている機運アップ方法ってちょっと知りたくないですか？それはおまじないです。いや、そんな子供だましなって思われた方いらっしゃるかもしれません。おまじない、験担ぎって古くから行われている行動で、時代や人によって形を変えていますが、アスリートもおまじないをして結果を出し続けている方もいらっしゃいますので、おまじないの力って案外すごいんです。コロナが大流行し始めた時は、疫病のおまじないとしてアマビエをいろんなところで見かけました。本当に困っていて、打つ手がない時はおまじないを使ってみることもおすすめです。もちろん、日々の行動もとっても大切ですので、普段のアクションとプラスして使われるのがいいかなと思います。僕の知り合いでは、中学生の頃、いじめというか嫌がらせのようなことを毎日受けていて、特に何か喧嘩などになったわけではなく、何かをしたという心当たりもないけど、ずっと続いていて、毎日学校に行くのが嫌で嫌で、たまらなかったそうです。そんな時、雑貨屋さんでたまたま見つけた何か南米の手作り人形みたいなの知りませんか？一つだけ願いが叶う人形みたいな、昔流行っていたんですが、それを半信半疑ですが、もうどうやったら嫌がらせが終わるかわからないので、物は試しだと買っていじめがなくなりますようにって願いをかけたら、次の日学校に行くと嘘みたいにピタッと嫌がらせされなくなったそうです。それまでずっと続いていたのに、なんで聞いたのかすごく不思議だけど、とにかく止まったそうなんです。恐るべしおまじないのパワーですね。もちろん機運アップのおまじないもありますので、今回はその中でもパワーのある機運アップ方法を3つご紹介したいと思います。まず、はじめに、龍神様とつながり、場を清める、ティン社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まずは一つ目、月光を良くしながらお財布フリフリのおまじないです。これは知ってる方も多いんじゃないのかなと思いますが、お月様のパワーってすごくって、お財布を月光を良くさせて、臨時収入が入った方って結構いらっしゃって、用意するのもとてもシンプルで、普段自分が使っているお財布だけと簡単なんです。やり方は、まず、はじめに、お財布の中を空っぽにします。いい機会なので、お札が入っているところや、小銭が入っているところも、布とかで綺麗に汚れを取ると悪い気が出てくので、さらにいいです。お財布を綺麗に整頓したら、満月の時にお財布を持って、お月様に向かって、自分の財布をフリフリ振ってくださいね。この時に、お月様ありがとうとお月様に感謝を伝えながら振るといいんですね。感謝を伝えるって波動が高い状態になりますので、機運も呼びやすくなります。お月様に感謝の気持ちを込めてお財布をフリフリしたらおまじないは完了です。これは月のパワーをお財布に直接浴びる方法で、満月の夜にお月様に感謝を伝えながらアピールすることで、お月様のパワーが願いを叶えてくれるおまじないになります。ただ、ボイドタイムというお願い事をしない方がいい時間がありますので、その時間帯は避けてくださいね。時間帯って毎回違うため、満月の前に動画を毎回出していますので、お財布フリフリ前に動画をチェックしていただけたらと思います。二つ目は五円玉のおまじないです。僕は結構五円玉をお釣りで残すタイプで、それは神社参拝の時のお賽銭のためなんですが、五円玉には五円ということから、ご縁を結ぶ効果があると言われています。もちろん、ご縁というのは人もですが、このおまじないをすることで、金運とのご縁も結んでもらえます。やり方は簡単で、はじめに自分の生まれた年のご縁玉を用意します。生まれ年のご縁玉は、お財布にはないことの方が多いと思いますので、ご縁玉と出会うことから始まります。お釣りをもらったら、発行された年をチェックして、自分の生まれ年のご縁を探しましょう。ちなみに、お金のナンバーを見たり、発行された年を見たりすること自体も、金運アップアクションになります。人は誰しも自分に興味を持ってもらうと嬉しいんですね。愛の反対は無関心と言いますから、興味関心があるということは愛情表現の一つです。ゆくちくんたちは興味を持たれると嬉しくなり、興味を持ってくれた人のことを好きになります。ですので、金運アップアクションをしながら、金運が上がるおまじないの準備ができて、一石二鳥になります。生まれ年の五円玉を見つけたら、小銭洗いをして、五円をねぎらい、五円についている邪気を払います。小銭洗いのやり方知らないな。という方は、小銭洗いの動画を概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてくださいね。可能であれば、小銭磨きまでやられるといいですよ。そして、綺麗になった五円玉を白い紙に包み、お守りが入っているような小さな袋に入れて持ち歩きます。袋の色は何色でも大丈夫ですが、より金運をアップさせたい場合は、黄色、悪運を寄せ付けないようにしたいという場合は、ラベンダー色を選ばれることがおすすめです。自分の生まれた年の五円玉は同志のような存在ですし、今後の自分自身のお金の流れや今後の金運を改善してくれる素敵な存在となりますから、余計な出費が減ったり、いざ必要な時にお金が舞い込んでくる効果があると言われています。特に五円、出会いが欲しい方はこちらのおまじないがおすすめです。おまじないをした五円玉は大事にお財布の中に入れておいてくださいね。また、大事に取っておくのもいいですが、ここぞという大事な時に使うこともまたお金を連れてきてくれるのでいいですよ。そして3つ目はお金を引き寄せる呪文です。とっても簡単ですね。お金を引き寄せてくれる呪文なので宝くじ購入の前に唱えるのもいいと思いますし、この時期は商店街によくある一等が海外旅行のガラガラポンのくじの前に唱えたりするのもいいです。倍率激高のライブチケットの抽選の前に唱えるのもいいと思います。肝心の呪文ですが、それはザラです。え？それ服屋さんじゃない？よく聞くぞと思った方。そうなんです。偶然にも同じスペルに同じ読みなんです。この呪文はペルシャ語で金を意味するザルに由来しています。くじなど金運や勝負運も高めてくれるんですが、衝動買いしそうな時に唱えると冷静になれて無駄遣いが減るので、それこそザラであれ可愛い、こっちも可愛い、やばい、炸裂しそうという時にザラと唱えると落ち着いて、このニットは使えそうだから買おう。このちょっと派手なワンピースはパーティーとかで映えそうだけど、私、陰キャじゃない。そもそもパーティーには行かないよね。やめとこ。でも、こっちのワンピースは着痩せするから、即一軍ね。と、冷静に必要なものだけ買えるようになります。ザラ以外のお店でも心の中で唱えるといいですね。いい言葉が、いい運気を連れてきてくれますし、金運に意識を向けることも金運アップの第一歩なので、そういう意味でも、このおまじないはいいですよね。これいいかもと思うおまじないがあったら、ぜひ試してみてくださいね。金運アップパワーがあるおまじない参戦でした。一つ目は月光浴をしながらお財布フリフリのおまじないです。二つ目は五円玉のおまじない。そして三つ目は金運を引き寄せる呪文です。古くから伝わっているおまじない。少しずつ形を変えて今の形になっているものもありますが、今よりも幸せになるために行うことは変わりませんね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。